は野田チャンネル。はい、どうも、東京でばやーらっばーありがとうございます。じゃんけんぽいということで、ね、2500円のやつを4個買いました。ということで、2つ目でございます。これ、もうちょっといけるね。もうちょっと外れそうだ。これね、あんまり、いろんなところでね、頑丈に、くっついてるので、お、ちょっと、お、これだ、外れた。じゃあ、これは後でね、はい。ということで、こちら、はい。ね、開けてみたいと思います。ね、ちっちゃいなぁ。手が2つぐらいのね、感じです。これ2500円ですからね。ちょっと買わなきゃよかったかなって、ちょっと後悔しましたからね、届いた時にね。うわ、やられたと思ってね。ほんと。4箱で1箱じゃん、みたいな昔のね。まあ、物価も上がってますしね。買い取りもどうなんでしょうかね、今はね。売られる方っていうのもね、なかなかね。大変なのかもしれません。はい。さあ、段ボール1の箱を開けてみます。あっと、また紙が入っている。おっと、ちょっと見えてるし。見えちゃったし。いきますよ。オープンでしたー。バッチ多めですね、またね。って気がしますけれども、どうでしょうか。早速ね、見ていきたいと思います。もうね、これ見えてたやつ、これ何でしょう、これは。これあれかな。あれだ。また乙女時計ですね。リジェクトって書いてある。ね。これはなんだ、ヒプノシスマイクかな、キングレコード。ね、はい。これはアンスタかな。ね、はい。これもアンスタですね。これはヒープの質問やけどね、ちっちゃいね、これ何ですかね、これ、うわー、これ書いてあるの見えます、わかります、これ、俺はわからん、これは何でしょうね、これも、これなんだろうね、書いてないね、何も書いてない、これ、ね、同人グッズですか、これ何ですかね、お、これ何ですか、お、ワールドトリガーって書いてありますね、ワールドトリガー続編どうなっちゃうんだろうな、アニメも最近やってないけど全然、ハッピーエッドテレさん、アンスタかな、これね、なんでしょうかこれは、あ、これ原神だね、あ、これ帽子かと思ったら帽子じゃないね、これお面かなんかだね、これね、はい、なんか書いてある、これ0円、あ、フリーですね、おっと、なんか落ちたぞ、これか、これくっついてた、これ、これもなんかリジェクト、乙女時計かな、これね、ゲーム、これ何ですかね、これは、それはウサギですか、ご注文、あ、そう、それは、ご注文はウサギですかですね、はい。絵柄で分かってきたな、とうとう。これタイニーターン。ね、はい。これもなんだろうね。ちょっと分からないね。女の子が好きそうなキャラクターだね。これもあれだね。乙女糸系ですか、これは何ですかね、これ。これは何の、歌プリですかね。うわぁ。ねえ、書いてある。マージナルナンバー4ってやつかな。ねえ、マジ4かな。ね、はい。あ、これはなんだろう。二次三次かな。AN って書いてあるかな。じゃあこれ、あれだね。あ、違うか。これあれだ。どうですか、これ。出た。英語でした。わかんなかった。はい。これは何ですか。あ、これ、アイドルマスターね。アイマスってやつかね。はい。ダイヤのエース。これ書いてあって分かりやすいね。はい。これはストップリですかね。ね。はい、エースですね。鬼の子エース。はい。ワンピースですね。はい。おっと、これなんだ。これも原神かな。ね。はい。はい、リジェクト。はい、ゲーム、乙女糸系。あ、これストップリだね。これね。見たことある。この絵柄が見たことある。鬼滅の刃、なんか懐かしいですね。はい、マジナルナンバー4書いてある。フリー。これなんだろう。これもアイドルマスターかな。ちょっと顔隠れてるけどね。はい。おっと、これなんだ。これヒップの、違う、コロプラって書いてあるな。
あれだな、白猫プロジェクトとか、そっち系のゲーム系ですか、これは。ね、はい、これもリジェクト、ゲームかな、はい。これなんだ、KT、あ、これ、なんだっけ、ダイヤモンド、じゃあダイヤのエースか、ね。はい。次行きましょうか。あ、これもフリーだね。フリーのキャラクター多いね、ね、今回。これは何だろう、アイドルマスターですか、これは。ね。どうだろうね。はい。おっと、わからん。エヴァンゲリオンって書いてあるな、これ。あー、最後のエヴァンゲリオンの時のやつかな、これ。映画の時ね。だいぶキャラクターが大人になってたりとかしてね、わからなかったですからね。これ、アイドル修正文かな。ね、はい。これ何わかんない。はい。わかんないの増えましたね、これもね。この辺も、何ですかね、わかりません。あ、映ってなかった。ごめんなさい、これ。あ、これゲームのやつだね、これね。何つったっけ、ニアなんとか。ね。はい。あ、スター。これは何だろう。なんでしょうね、これ。こういうキャラクターいっぱいいるからなぁ。ハニービーブラックって書いてある。ね。はい。もうわからん。はい。同人グッズみたいなのわからないです。はい。これは、刀剣ラブですね。これくっついてるのなんだろう。くっついてるのなんだろうね、これね。わかんない。はい。わかんないの多いですね。アンスターですね、これね。はい。これはなんかでっかく書いてあるから。あ、鬼滅の刃、この人多いですよね。レギュラーですね。はい。あ、これアンスターですね。この人ね。見たことある。アドニースでしたっけ。リクさん。リクさんだそうです。これ何でしょうね。はい。あ、これユリオンアイスじゃない？ね。はい、これ何？わかりません。おっと、これアイドルセブンかな？ね。はい、おそ松さん。これ何？ちょっとわからないよ。はい。柄ですか、これは。ね。はい、赤、こうか。ね。先輩を立てろよ、つって。はい。なんてキャラクターかちょっとわかんないですけど、これもね、ちょっとごめんなさい。わかんないんですよね。おっと。あ、これマジンフォーってやつかな。はい。おっと、投げてしまいました。これも。ニヒルな感じがちょっと、わかんないですね。はい、この辺もね。あ、これ、あ、これもなんか、ゲームだよね。はい、これはあれか、ツイステだね。猫ちゃんの感じ。わからない。わからない作品が多いね。これ何ですかね。あり。って書いてあるのかな ?AK って書いてありましたな。わかんないね。そうそう。同じやつ。はい。あ、これも、サマーフェス、イン、大阪。あ、これもさっきの、あれかな、アルゴナビス系なのかな。おっと、これはあれだ。さっきのね、ワールトリガーですね。はい。これ誰？書いてあるよ、これ。いつか雲になんとかって書いてある。これ何ですかね、これ。これ何だろう、これ。CD みたいなのが入ってる、これ。何ですかね、これ。開けてみます？内田麻也さんだね。内田麻也さん。麻也さん。ね。何が入ってるの、これ。あ、CD じゃない。ん、何これ。レコード型の、なんかこれだ。コースターか。あ、そういうことかな。ね。レコードジャケットっぽくしてるのか。ね。はい。コースターだね。これもさっきのやつかな。マジフォーかな、これ。なんでしょうか。ちょっとわかんない。アルゴナミス。あ、これそうだね。そんなんばっかりだな、これ。これはなんだっけ、アイドルセブンだね、これね。こうわからない。これね。お、ダイナエス。これなんだ。なんだろうな、発光器ではないのかな、違うのかな、エストブリ、ね、あ、水星のチョコエッグなんか出てきた。お、窓かまぎかのやつ、キャラクター、はい、
おピンバッチ。AK、うーんって書いてあるね。なんでしょうか、もうわかりません。はい、そぶり。はい。いちご持ってるし。ね。おっと、フィギュアだ、これ。何のフィギュア？アンスタかな、これ。ね。はい。おっと、投げてしまった。はい。ツイストですね。これ、ストップリかな？なんで投げちゃったりするかっていうとね、これね、俺左利きなんでね、右で、利き手じゃない方でやってるね。これもアマチュアみたいですから、ね。どうしてもちょっと手が滑っちゃう。同じやつこれ、ダブってるじゃん。はい、これも、あれですね、あ、そうですね。アドニスさん結構出る。鬼滅。はい。おっと、これなんだ？ジャパ、あ、嵐ツアーって書いてある。嵐さんです。マスキングテープ。お、これでかいね。カノカリって書いてあるのかな？あ、彼女をお借りしますですから。ね。ああ、そうかもしれない。はい、これなんでしょうかね。これなんだろうね。月歌とかちかな。おっと、鬼滅ですね、これね。はい、これもわからんね。色男ですね。色男がいっぱい出てくるな。これもマジフォーかな、これね。ほら、これもそうだな、ね、マジフォーだね、これ。おっと、実写。誰だろう、これ。声優さんですか、これは。アイドルさんかな、わからない。おう、ナルト。ボルトだね。息子さん。このわからん。おっと、鬼滅の刃、これ二つくっついてるのかなと思ったね、これね。ひょうたん型みたいなね。これなんだろう、プリキュア？プリキュアだな、これ。はい。あ、またわかんないのが出てきた。一番最初のやつ。振り出しに戻るみたいな。ね。なんだこれ。おーっと、なんだこれ。ゲームのやつ。コロプラって書いてあるね。白猫プロジェクト。ゲーム系だ。おーっと、出てきた。おーっと、エイトレンジャー。黄色は誰かな？おっと、ツイステのやつだ。色紙？ビジュアル色紙コレクション。スイー。この人。ね。歯がとんがってる。はい。おっと、またこれも。ですか、あ、20ですね。はい。これは誰？これは何？はい。何ですか、これは。なんて書いてあるの？これヒプノシスマイクですね。はい。顔をよく見たら、この目とかがそうだったんですね。はい。これは何でしょうね、これね。わかりません。はい。これはすいませんね、もうわからない。タイムなカプセルがそうです。ストップリ？これなんだろう？これは誰？で、ちょっとわかんない、これもね。あ、これは、あれかな？デイズかな？ね。はい、出た、鬼滅。ほら、この人ばっかり。鬼滅、この人ばっかり。おーっと、ストップリ、開けてないやつ。かわいいですね。おっと、なんだこれ、シール。ラブユアセルフ。韓国の人かな？あ、BTS ワールドツアー。わ、BTS の人たちだ、これ。ね。はい。そして、これで最後です。今は手に持ってるのがおしまいです。おっと、ごめんなさいね。こちら、ドーン、またトミカ。開けてないやつ。ね、はい。おっと、何これ。ギガフライドポテトか。何それ。そんな車走ってんのこれ、本当に。ねえ、うん。書いてないな、これ。はい。というわけで。ちょっとね、ぶわっと置いたらですね、こちら、全部で、2500円です。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、お願いします。そして、カードのチャンネルは、毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それで、ベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくと、ライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録、お願いします。男、始まった。あ、やばい、ちょっとごめん、トイレ。戻ってきたら、終わってる。それはね、15分番組だからだよ。変わったんだぞ。別の動画も見てね。